はじめまして、こんばんは。ご紹介にあたりました高橋一生です。この度は、大変光栄な賞をいただきまして、そして、カルテット本田上司のもとはこの2作品で賞をいただけたことを心より嬉しく思っております。2017年活躍させていただいたことというのは、2017年に始まったことではなく、今までのお仕事の中で出会ってきた皆さん、プロデューサーさんをはじめ監督やキャストの皆さんとで、出会いがありまして、それからやっとこの2作品に出会いがあって、その全ての方々、関わってくださった方々、皆さんに心より感謝をしております。2018年もただいま表情を読み上げていただいた通り、かすまないように検査も進んでまいりたいと思っております。皆さんの想像力は高橋一生にこういった役をやらせてみようという想像力を刺激できるような俳優でいたいと思っております。この度は本当にありがとうございました。